視聴者の方からですね、その心霊写真があるので見てくださいというふうに岩川さんの LINE に送られてきまして、ああ来ましたね、はい、その写真がそこチャンネルのイベントの日に僕らと一緒に写真を撮ったら何か写ってはいけないものが写ってたっていう写真らしいんですよ。この手が菊触っていうのまあ本当だったらいいんだけど、はい、幽霊見えないのに見えるとかで、うんうん、それ嘘で言ってたら、うん、そういうなんか低級霊っていうかなんつうか寄ってくるみたいな、幽霊が寄ってきちゃうんだそしたらだから国安さんが見えるとかなんか嘘ついてるじゃん。いや国安さん嘘じゃねえよとは勢いよく来なかったやつで、うん、出ていけ山ーさん出てそこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。まあこの前ですね、はい、生配信中に、はい、視聴者の方からですね、その心霊写真があるので見てくださいというふうに岩川さんの LINE に送られてきまして、ああ来ましたね、はい、で、まあ、ただ心霊写真だったら正直僕ら霊能者でも何でもないんで、はい、僕らが見たところでって話なんですけど、その写真がそこチャンネルのイベントの日に僕らと一緒に写真を撮ったら何か写ってはいけないものが写ってたっていう写真らしいんですよ。だからちょっと岩川さん、その写真 LINE に送ってもらいましたよね。ああ、それちょっと、はい、今日みんなで、まあ怖いかもしれません、ちょっと見てみましょうか。いや、はい、怖くはないんです。待ってね、うん、これですね、問題の写真をご覧いただこう。お分かりいただけたであろうか。もう一度ご覧いただこう。写真の中央に映るのは、そこに存在しないはずの人物と奇妙な手。写真の人たちの後ろはエレベーター。人など存在しないはずなのに、キャー、いるわけのない女の人が全員集合してる。これはだからマーさんとキクさんの間かな。そう、はい、これは結構こうはっきり映ってるというかね、はい、これは完全にこの人に二重を映して、うん、なんかのシャッターのあれでそういう風になっちゃうんですよ。うん。で、そしてこれ白いの見てください。多分これ白いのは多分これ岩川さんのこれ洋服ですか。うん。あ、これ例じゃないとマーさん。例じゃない。睨んでる。違います、違います。100%、はい。まあそうなんですけどね。うん、それにプラス幽霊って絶対マスクはしてません。絶対もう口元が出てます。幽霊も。なんでマスクかつけてるのないんですか。あ、いません。それはなぜ？うん。二重写し。だって、洋服着てる幽霊いるじゃないですか。洋服言います。なんでマスクはいないんですか、はい、鎧をかぶってる落ち武者がいるのに、なぜマスクはいないんですか。幽霊は絶対、マスクは かぶりません。だから、いや、単純に なぜなんですかって思ったんですけど。幽霊って基本、裸で現れるもんじゃないですか。なんかね、服着てるイメージあるじゃん。あ、それも、あれ、洋服も着てない幽霊もいます。本当透明だけの。裸もいるんですか？裸います。裸でいいんです。います。洋服も完全に。うん。すごい詳しいですね、マーさん。裸の幽霊って聞いたことあるけどな。まあ、裸ってかも、真っ白だね。真っ白。白装束っていう意味じゃなくて。そうですね。まあ、それが洋服だと思うんですけど、真っ白。洋服も真っ白。マーさんはその幽霊とか見たことあるんですか？あります。僕はもう自衛隊でもう。ああ、すごく、
からあの地面のからふーっと自衛隊の練習中かなんかはいはい夜間訓練の時ね訓練で、はい、もうなんかもう山にいたんですか、はい、山の中で訓練してその、うん、テント張って、うん、まあそこで一日済まして、うんうん、その山で訓練したのは何ですか自衛隊の訓練でもう寝ないでずっと歩くもあるんでしょそうそう二十何日曜何じゃ北陸空軍とか、日英旧空軍とかって、そういう、なんか。まあそういう極限状態の訓練みたいなのあるんだ。あるんですあえて寝ない、寝ない状態で、まあね、そういう、そういう練習もしとかないとダメでしょう。そうですね。そうですね。女と女の、ずーっとその、うん。その、訓練のそういう、なんていうか、そう、なんていうか、ちょっと忘れてたけど、そういう訓練場に。そういう訓練があって。それをもうずーっと寝ないで。20時間、30時間と。そうです。そうです。それもう、くったかった。あその訓練の時ですか見たのは。そうです。そうです。すごい。すごいな、岩川さん。なんで分かったんですか私、霊感があるんですよ。じゃなくて、単純に疲れたから変なものが見えたって言いたかったじゃないですか。霊感じゃないでしょ、それこそね。それで、僕もそう思ったの。疲れちゃって、うん、それで、うん、それであれかなと思って、隣の目にやろうも起こして、うん、うん、やったのが、起きなかったですよ、うん、その人間は。僕だけ、あれおかしいなと。で、その白いのが、ふわーって、なんか見えたのは、まーさんだけ。そう、僕だけ。ああ。そしたら、こんな、いきなりこんな、うん、帽子かぶったあれが、現れて、また、地面でスーッと。あ、最初かぶってなかった帽子を、今度はかぶってた。かぶったんですよ、急に。どういう帽子ですか？で、俺、ね、真っ白い帽子。真っ白い、なんか形は、うん、形はもう普通の、昔の、昔風の、兵隊さんの帽子。兵隊さんかぶったような帽子だった。で、俺、あれこれ、寝ぼけてんのかなと思って、こう、目こすってことで。だけど、うん、本当のものの、1分、2分ぐらいですね。それで、こうやってやって、スッといきなり今度は、スーッともう、体をふら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 、させるような、ふって、地面に入っちゃったんですよ。ちょっと、失礼かもしれないですけど、まあさんって万全な状態で寝ぼけてるような感じじゃないですか。ねえ、ええ、ええ。僕は、寝ぼけてありません。今、一回肯定してました。って言ってましたけど。絶対、もっと。ちゃんと8時間寝た状態で、まあさんってもう寝ぼけたような状態なんですよ。はいはい、その人が、その極限状態の24時間とか歩きっぱなしとか、ね。いう状態の脳みその疲労の状態だと、その幽霊みたいなもんだと。あ、岩川さんはそう思う。あ、どうですか？あ、それも、ああ僕も実際ね、ドラゴンクエストを52時間、32時間ぐらいかな。やってましたね。はい、年やった時、女の幽霊見ましたから。ほらほら、もう、目の前が。それはちなみに、どういう女性だったかとか覚えてますか？なんかもう、うっすら、もう、薄い女性ですよ。顔とかはっきりしないですか？はっきりしない。ぼやーって。多分、ずっと起きてて、エッチな気分だったんでしょうね。女の子に会いたいよって思ったんでしょうね。ああ、でも怖かったですよ。ああ、本当ですか？スーってじゃあ地面に入ってみたらそれも、バグで。はい。脳みそはバグってるだけで。まあじゃあ、まーさんな、それはちょっと、岩田さん的には、ただの疲労じゃないかと。はい。で、まーさんは幽霊だって今でも思ってる。思ってます。はい。だから、はい。隊長に言っても、はい。あ、隊長に言ったんですか？言いましたもん。なんだ、まあ、昔そういう訓練で、うん、なんかそっからほらね、落下さんとかそういうのまあ亡くなっちゃう人もいるからね。それじゃないのって言ったら、その体調で優しい人ですか？そうですね。ああ。その人がもう、うん。まあさ、ね、あまあさないけど、ね。ご同意し。うん。あなたはしゃばりに出てもいいことね。だからじゃないですか。妙に優しかったですよね。あ、そうか、後藤西見えたかと。まあ、そういうな、いろんな訓練で昔亡くなった人もいるしな、そういうこともあるかもしれないな。あと後藤西、絶対シャバに出るなよ。後藤西シャバに出ていいことないぞ。後藤西はな、寝ぼけると変なこと言うもんな。だからシャバに出るなよって。俺が面倒見てやるぞって。頑張ろうなって。そうです。この、体調さんと。とにかくいい体調さんですね。すごくいい体調さん。これが話なんとなく話のなんか全貌が見えた気がした。なるほど。
そんなマーさんから見て、この心霊写真は、これは写ってる幽霊じゃないと。僕はそう。じゃあなんでこのはっきり人のようなものが写ってる、これはなんか、ただ模様とか染めるってことですか。これ完全にもう作れます。え、作れる。あって、今は。じゃあ、この送ってきた方が合成したってことですか。いや、そうですね。そんなこと言っていいんですか。いや、そんな人じゃない。ほら、いや、いや、この人じゃなくて、はい、カメラが、そういうふうに二重図になっちゃうんですよ、これ。まあ、そう、新しいカメラじゃないんです、多分岩川さんとフリーカメラと思う。ちょっと待ってください。どうせ岩川さんが好きなカメラだから、古いカメラだから、こういう故障も起きるんじゃないかと、わざわざ推理したんだ。ずっと、はい、出てたんです、これ。自分の見た幽霊は間違いないってずっと言ってるのに、岩川さんが持ってきたカメラ疑うんですね。古いから。とんでもねえ事実だな。いや、ただですね、はい、ちょっと霊感ある人に見せたら、まあ、この女の子は別にして、うん、この指、うんうん、ここに映ってるでしょ、はい、これ6本あるのがちょっと気持ち悪いなって言ってました。あ、指6本あるんだ。はい。確かにそれはちょっと気持ち悪いですね。まず、ここに手を置いてる人もいないし、この指が6本になるっていうブレ方もなかなかないし、これちょっと、幽霊なんじゃないかって。なってます。キムさん、それはどう思います？それか、やっぱ顔は、キムさんも、幽霊じゃないと思います。うん。はい。顔は全然違う。多分手はそうかも。あ、手はそうかもしれない。手が6本になるとかいうブレ方は、本当にめったにすることないっていうし、多分これも、まあ、僕の感では、うん。二重写しじゃないですかね、これね。二重になんか写っちゃったんじゃないかと、まあ、ね、マーさんの考えでは。はい。この方のあれで、多分二重写し、僕は、そう。うん、二重写しだと、こんなうまい具合に、綺麗に写んないと思うんですよね。なるほど。キムさんはどう思われますか、この指については。ちょっと今、本当かもしれないって。テレビね、結構見るけど、うん、手が、ほら、YouTube で見るけど、はい、手がね、こう、長いのとか、うん、すごく長いの、そういう。なんかそういう写真ありそうですね、確かに。海の中でね、はいはい、そういう長いのを見たことあるし、あ2、3本とか、数がちょっと違くなっちゃってるとか。で、その、短いのがなんか、ない、消えちゃってるとか。あ、そういうのあるんですね。うん、そうそうそう。それは、やっぱり幽霊とかなんですか、それともなんか。それはね、その、そこで亡くなった人の仕業っていう感じ。あら。ちょっとこれはちょっと疑わしいというか。うん、それがあります。もうね、知り合いのちょっと霊がある人とか見せたのに。うん。手が、菊触ってるの。あ、なんか、その人は菊さんを触れてると。うん。手が菊って。で、最近のこととかも話したりしたんだけど、うん、うん、なんか本当だって言っていいけど、ねえ、だから、国安さんが見えるとか、なんか、嘘ついてるじゃん。いや、皆さん。嘘じゃねえよとは、勢いよく来なかったやつで。まあ、本当だったらいいんだけど、はい、幽霊見えないのに見えるとかで、うんうん、それ嘘で言ってたら、そういうなんか低級霊っていうか、なんつうか、寄ってくるみたいな。幽霊が寄ってきちゃうんだ。そしたら、ギボアエコ見てたから、ギボアエコ。その寄ってきた霊が、その手じゃないかと、岩川さんは考えてると。はい。あれなんか、急に心霊しだしたな。あ、でも見えてるんだろ？悔しそうだ、見えてる。なんか、いつもより自信なさそうな子。あなた、本当は。無理だ。憧れてるくせに。あれなんか明らかに元気なくなってるじゃん。たまらますかね、生まれまいでしょ。憎まれてんの。なんかね、実家行った時にお父様とか、うん、おじ様、うん、とかのね、キャンちゃんね、ね、はい、霊もついてきたっていうふうに教えてましたもんね。まあ、ばあちゃんもキャンちゃん。あ、ばあちゃんもね。つけ、うん、怒って書いちゃったけど、うん。なんかお父さんがね、僕に怒ってるよとか、ね。うん、それは本当。うん。本当ですか。そうです。父ちゃん怒ってる。いや別に本当ならいいんですけど。父ちゃん怒ってるよ、お母さんの。うん、まあ本当ならいいんですけど、うん、でそういう嘘ついてたらこういう写真が今からうるさいな。え、そう
それが原因でこの手が映ったんじゃないかと。ちょっと霊感ある人聞いたらね。うん。だとしたらちょっと怖いですね。この手がこういう感じになってるのね。なんか菊さんをこう掴んでる感じですね。掴んでこう、まあ、こっちをこう覗いてるというか。これこう、どけてるって感じ。そうですね、こう。菊さんより前に出ようとしてる感じですもんね、なんかね、こうやったところなんかね。そうね。右じゃなくて左。うん、右にこう、こっち。菊さんの左肩？うん、左肩。うん。で指は多分右手なのかな。これな。あたしの手これでしょ。こっちから、ちょっと待って。左にあたしの手あるでしょ。うんうんうん。こっちから見て右だったかな、左だったかな。これ、レーモンの方じゃないかな。なんですか、レーモンっていうのは、ちょっと詳しくないんで、説明いただいていいですか。あの、霊がと、霊の通り道の。はあ、そういうのあるんですね。はい。そう、霊門から出てくるから。あ、じゃあ、門から出てきた幽霊の手が菊さんにかかっちゃってるという状態か。霊道だな。霊道、はい、え、じゃあ、菊さんには今もついてると岩川さん、これ下手したら目は、うん、あんまり国屋さんっていうか国屋さんって元気なくなってる。いや、多分これなんか ちょっと待ってこれがこう、おい、何笑ってんだよ。何が違和感あるんだよ。いや、明らかに触ってるもんな。あのね、楽しいとこに霊は寄ってくるっていうのは、それは本当なんだけど。はい。うん。あ、そこチャンネルのイベントは楽しそうだから見に来たんですか。うん、そう、それはあっかもしれない。それだったらもっと楽しそうなイベントそんなに楽しかったの。まあ嬉しいですけど、そう思ってくれるのに。行きたいって言ってるところに来らんないから、その無念で、その、なんていうの、そういう。そこチャンネルのイベントに来れなかった無念で。そっと人いますね。だけどレースは本当にあの楽しいところに来るってのは本当なの。ちょっとでも心配ですね、これはね。お祓いとか本当はした方がいいかもしれないですね。ああ、まあ、ね、しなくていいんじゃないですか。面白そう。いやいやいや、キューさん、もしであのお祓いちゃんとした人がねしてくれるよって言ったらしたいですか。多分ね、した方が、うん、全然あのお金とかそのチャンネルでやるんで、もしそれプロのね人がやってくれるって言ったらやりたいですか。やった方がいいかもしれない。あ、それだったら僕がやりますよ。はい。ヨガさん、そんなえプロできましたっけ。ヨガさん、大丈夫ですよ。え、だって菊に取り付くぐらいの例でしょ。大したことねえよ、そんなの。じゃ、どういうことですか。まるで菊さんが位が低いみたいじゃないですか。あ、私の方が霊格上なんで。うるさい。大丈夫ですよ、私が払ってあげますよ。あ、だってで霊力が違うでしょ、僕と。こいつにつくような呼吸霊だと。意味がわかんない。意味わかんないですよね。はい。だから、お経とかわかんないですけど。まあ、なるほど。私の方はね、生命エネルギーのパワーが違うんで。じゃあ、始めましょうか。え？よし。何やるよ。あ、やってくれるんですか？はい。嘘つき聞く。嘘つき聞く。嘘つかねえか。から。え、それ、何しないでしょ。嘘も霊の仕業なんですか。うん。幽霊見えるとか言わねえか。国屋さん、どう思います。あ、国屋さんと交信してる。あ、また嘘ついた。幽霊寄ってくるぞ。あ、幽霊寄ってきた、寄ってきた、寄ってきた。出てけ出てけ出るはずないでしょ、国屋さんは。あ、国屋さん、出てけ。うるさいな、すごい。病棟者、はい、はい、いや、古いやり方、はい、おだんごって一緒のやり方じゃないです。古臭いやり方ですね。病棟者、先はからん、はい、違う言葉言ってるけど、はい、痛いじゃん、背中、これ。よし、聞いてるな、聞いてるな、よし。カッツあ、オッケー。オッケー、オッケー。はい、これ出てきました。バカバカだな、この これで悪いもの取れたんですか。はい、もうこれ悪いもの取れました。ほら、嘘ついたらまた寄ってくるからな。骨や骨もろいよ、この骨見ろこれ、こ見ろこれ骨。うん。なんか骨悪くなっちゃったみたいです。骨が悪い。骨じゃなくて、あの骨にひび入っちゃってるの。え？骨ひび入ってる。今？
うん、骨って骨に響いてめっちゃ痛いぞ。そこで転んで、うん、ほんであのあっちライブルぶつけてっから何回も。あのねイベントのセラムーンのコーナーの時になんか足引っ掛けたって言ってましたよね。うん、それでひび入っちゃったんですか。いや、あの膨らんでるの、膨らんでるだけ。ちょっと見してみ。これ別に膨らんでるだけ。これがひびが入ってる。やんなよ。何やってんだよ。嘘じゃないよ。何やってんだよ。足痛いのに。よし。悪行退散。ああ、ちょっと。ちょっとやだよ、もう。やだ。ちょ、まあさん、まあさん、まあさん、これ除霊です。ちょ。まあさん、まあさん、止めないと、止めないと。行けて行け。いや、まあさん。お前らが呪われてんじゃねえか。やめろ。やめろって。やめろ。おい。あれ。あれ。あ、なくなったね。これ。なくなった。完全に追い出しました。このクソ玉。あ、よかったな。マック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 ドロマ多分いけない言っちゃいけない言葉を言ったじゃん。やっぱ余計今荒れてますけど大丈夫なんですか。少し腫れてるやっぱり。少し腫れてるじゃ済まねえだろ。それはひびが入ってまあね、まあこれもし条例ができたらこれでよかったですけど、はい、ほらもう嘘ついたら寄ってくるからな。うん、じゃあね、まあ通信そういうちょっと悪霊とか分かんない幽霊関係とか、ほらちょっと呪われてきてませんか。まだ抜けてねえかな。うるさいな、スケベだよおめえは。まあ心理写真で詳しい方いたらね、コメントで教えてほしいですね。はい、て あと幽霊はエッチなことが嫌いだから僕は除霊できます。いますもんね、幽霊って、うん、エッチなのが嫌いって。あ、そうなんですか。はい、そういう現場には来ないんだ。はい、だから僕は除霊ができるんですよ。あ、山さんエッチだから。はい、まーちゃん好きだけど。じゃあ全員全員できるじゃないですか。どうすんだよまーちゃん。60代毎日やってるんですか。一番幽霊苦手じゃない。取り付いてやろう。取るわ、またエッチしてる、ダメだ。まあ、じゃあ詳しい方いたらコメント欄で教えてください。はい、すみません、ありがとうございます。そこ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 面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。